こんにちは。今日は HAT2 さんとのコラボ動画になります。今回のコラボ動画ですが、なかなか適当な動画作成になったので、ところどころ見にくい、また面白くない部分がね、多少あると思います。その点はご留意ください。また後で HAT2 さんのチャンネルの方でも動画が上がると思うので、その動画が上がったらこの動画のリンクの方を貼っておきますので、概要欄からそちらの動画もまたご覧ください。はい、じゃあ今日はとある企画やりたいと思います。神戸市営地下鉄を攻略しようという企画をしていきたいなと思います。ということで、今日はこういう企画をしたいと思います。隣にいるのは、はい、HAT2 です。はい、HAT2 さんと、鉄振りで今日は、やりたいと思います。神戸市営地下鉄の、まあ、全線を使っていろんな駅に行って、何駅かミッションというものがありまして、それを攻略していって、どっちが最終的にポイントを取れたかっていうのを、まあ、競いたいと思います。では神戸市営地下鉄を攻略せよのルールです。今回の企画は僕鉄振りと HAT2 さんとの、共同企画になります。神戸市営地下鉄をめぐるポイント制対決企画です。それぞれが各駅のミッションを設定し、制限時間内にそのミッションをクリアしていきます。それぞれのミッションには異なるポイントが付与されており、結果は終わってからないとわからないということです。噛んだな。神戸市営地下鉄全線、新神戸から谷上の間を除く全線を使った対決企画になります。ルールです。今回の企画にあたってはいくつかのルールを、設定しました。各駅のミッションは写真または動画に記録しなければならない。そして制限時間は12時から16時の4時間、板宿から始まって4時間後に終了します。神戸市営地下鉄1日券を利用し、移動手段は神戸市営地下鉄全線、新神戸から谷上の間は、利用することができません。そして他の移動手段としては徒歩のみということになります。他の公共交通機関を利用するのは NG です。また徒歩での駅間移動は、全然可能なので、どんどんしていきます。結果発表やポイントの設定は YouTuber 特快速さんに、お願いしております。今日はすごい買いますね。はい、12時になったんで今から始めたいと思います。どっち行きますか？どっち？静清中央方面か新神戸谷上方面か。静清南に行きますね。おお、じゃあもうその逆方向行きたいと思います。はい、方面の電車に乗って東を目指したいと思います。線型が来た。じゃあ、バイバイ。新長田へやってきました。はい、新長田駅では巨大モニュメントを撮影せよというものがあるので、まず早速1駅目から潰していきたいなと思います。とりあえず鉄道28号、モニュメントを探してみましょう。ゆっくり下の方へ。
今回はこういう地下鉄1日乗車券というのを使ってます。もう皆さんエスカレーターで落としてますね。ここで僕走ります。走りませんか。あ、聞いて、でかいモニュメントはこっち側にあるんですけど、そこまで行けるかな。お、神戸シティバスだ。信号待ちましょう。あれは JR 西日本207系電車です。更新車ですが信号が全然青にならないな。とりあえずプロでっかい、はい、とりあえず一つ目クリアです。このでかいやつは神戸市が震災の後復興な中長っていうのが割として作られたものなんですよ。気を取った気持ちを、はい、クリアです。じゃあ次行きましょう。はい、とりあえずね、新長田をクリアしました。じゃあ次行きましょう。あれは東海線というのは西赤島で行くやつですね。あ、信号だ。おお、7両編成。ここ結構長めいいから今度取りに行こうな。海岸線乗ります。海岸線はこっちです。次は三宮原宿駅前。次のポイントが何ポイントか分かんない。多分ね、次の駅はポイントが少ないと思うんだよな。2番線に先発の三宮原宿駅前行き列車。熊谷市は環境もどれだから多分すぐ終わるんで、ここ行きたいと思います。あれが地下鉄海岸線、リニアモーターで動く車両です。本当にリニアモーターで動いてる。三宮花の木前行きです。短い4両。しかもこれ天井も低いっていうね。さて乗っていきますか。12時15分。あと5分あります。最後が新長田。その次、駒ヶ林から春も三崎公園の方に行きますが、駒ヶ林行きたいと思います。駒ヶ林新長田発車です。次はお待たせいたしました。カルモではなくて駒ヶ林か。三宮原宿駅前です。駒ヶ林かな。このリニアモーター特有のうーという音なんですけど、ちょうど素晴らしいです。バイバイ。よし、じゃあ謎の環境音とやらを聞いていきましょう。電車が発車します。ご注意ください。
駅に来たけど何も流れてないぞ。それについて調べるか。この音だったんですね。撮れました。よし。ということで、ここまで来て撮れたので、次の電車乗りたいんですけど、次3時1分か。次三宮花県は31分。神戸市電1103号車を撮影せよ。ということで、三崎公園行きたいと思います。ポイントは勝手に僕が決めるとかじゃないので、後でお知らせられるので、ヘッドマークついてる、わからないんですよね。なんでとりあえずポイントが高そうなので難易度が高いところを攻めていきたいなと思います。でかいじゃないか、この三崎公園すごいでかい。
調べたら今いるのはここで、だいたい公園があってこの辺かな、この辺になんかあるそうなんで、そこまで行かないといけないんで、こっち方面ですね。こっちに行きます。ちょっと急ぐか。今ここの出口にいるからこっちに行けばいいのか。ビシェル神戸さんです。ビシェル神戸さんがこのなんかやってるみたいなんで、このビシェル神戸さんのスタジアムがここにあるみたいなんで、巡り会えた、やっと巡り会えた。はあ、猫ちゃんがいる。これは昔広島で走ってたやつかなになると思います。あ、猫ちゃんがいる。あ、ここに書いてある、神戸市電1103号機、半鋼鉄製低油化式四輪ボギー、はあ、ボギーなんだ、ちゃんと。12メートル、長さ 12.7メートル、自重15トン、定員80人、幅 2.4メーター、3.5 メーターの高さ、自然動機は東条、わからん、こうして、最後の、外帰りしました。広島電鉄になんか行ったんだね、最初。ちゃんと撮っておきましょう。はい、OK です。うわ、猫たちがたくさんいます。ということで、戻りましょう。はい。この通り、もう一個次か。これが和田岬駅です。ついにあった。はい。写真撮ります。よし、和田岬駅。クリア。すごいな。どうすんの。今日は休日なんですけど、次17時26分までないっていうね、電車が。面白いね、速度がもなってます。よいしょ。ああ、こんなところにいろんな。ということで、海岸線の駅は、あ、ちょうど青だ。信号が青になって、はい、送っておきました。見えるかな、和田岬駅クリアということで。はい、なんとか間に合いました。はい、ハーバーランド行きます。中央一番前、次のハーバーランドで降ります。さて、ハーバーランドをやってきました。ちょうどハーバーランドですね。ちょうど13時。階段長すぎだ。ハーバーランド駅のミッションは、神戸港にある謎の潜水艦を撮影しようということで、神戸港にね、潜水艦がいるみたいなので、その潜水艦をパシャッと撮って、ミッションクリアという感じです。あれが日本の穴です。日本の防衛の穴がここ神戸に狙われるんでしょうね、ミサイルとか。でかい方がなんだっけな、新芽。まあ、クジラの
字に書いてなんか読む気がします。ワンデーキックをまたなくしました。マジでどこやったっけな、何をなくしたんだけど、あったわ、あ、すいません、ありました。はい、なんもないです。ということでハーバーランド駅達成したので、次は港本町駅までバスで行きたいところですが、歩いてきます。神戸オリエンタルホテル、一泊ものすごいお金取られるところです。ものすごい高いです。この館まではね、正直言ってエンジンで動いてるので、昔のこの帆を使って風に乗って走るっていう数体感はあんま味わえないし、ポートルームとかいうものをあるんで、このシティルームとはまた違って、ポートループはポートループで、電車は神戸市とは進みますが、人々を電車してるかな。でポートループ来た、そっち行くんかい。ちょい止まってる、あそこに止まってる。ポートループ動くね、お前動くない、お前動くない、動くない。よし、取れました。次のミッション行きたいと思います。同時にミッション2つクリアしたと言ってもいいでしょう。宮花の系名方面終点のその宮花の系名前まで乗ります。その宮花の系前は生まれで少しのないところ行けというものがらしいです。扉付近の方はご注意ください。三宮花時計前に到着です。とりあえずこの東遊園地まで行きたいと思います。工事中なのでここまで来たってことにしていいかな。もう俺で来たって証明になるよね。東遊園地っていう名前の場所に来たんで、これでよしとするか。
貿易センター。次、静岡山手線の方行きたいと思います。制限時間は約4時間16時までです。現在時刻が13時46分です。しんどい。港元町に行ってるぞ。誰か行ってるね。今三宮にいないということなので新神戸行きます。静岡山手線三宮駅です。次新神戸駅は14時あるのであと6分後発車です。新神戸駅になります。これ神戸に旅行する人は多分多いのかな。これで来る人が、新神戸駅に乗るしかねえな。やってきた。これは北進急行、昔北進急行、現在は神戸市営地下鉄に統合された。これで新神戸まで行きます。これは静岡中央まで行く電車です。これになれば静岡中央までひとっ飛びなんですけど、海岸線じゃない、これです。布引の滝へ行け。ということで滝があるそうです。5分、徒歩5分、徒歩10分、行ってもよかったんですけど、一歩後ろの列車で来るみたいなんで、ちょっと後ろをつけてみたいなと思います。新規バスがいらっしゃる。そろそろね、ここからね、上がってくると思うんですよ。それはちょっと待ち構えて見てみたいなと思いますが、エスカレーターをご利用の際は、彼がいました、彼がいました、彼がいました。
ぱり。がいましたよ。ダメだこれ。もう一度ですが、布引きの滝、お滝と目滝があります。両方とも行くってことにしましょうって言ってたけど、はい、もうこれは完全な犯罪ですね。ということで HAP2 さん、彼をちょっとね、追って布引きの滝、やらめ滝を彼を、入れて写真に収めて撮りたいなと思います。歩くの早いな、あいつ歩くの早い、歩くの早い、あいつ歩くの早い。右側に新幹線の駅があるから、お新幹線だとか言って右側見て、ちょっとやばないこれ、煙臭い臭い、すごい小さい狭い道だな。すげえ清流が流れてますよ。あ、ダメだ、向こう行っちゃう。大きな声出してないって、ちょっと大きな声出すとバレちゃうって。あそこで休憩すんなよ。すごい筒になんとかって言ってたから筒みたいにポッ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 となってるんで、本当に筒みたいなんだ。彼は絶景だ。でもこれはまだ布引きの滝ではないそうです。おっやっとや、すげえ。でも死んなかったからじゃない、ここでゆっくりしてたら彼が先帰っちゃったんで。うおー、絶景だろ、最高。もうね、全身にマイナスイオンが染み込む感じが本当にいただけてなりません。てか、あいつ早い。
鉄振り師やらかしましたね。はい、新神戸では布引きの滝というのがあるんですけど、2つあるでしょ、布引きの滝、御滝と目滝、面滝ね、面滝ね、行くの忘れてた。ああもうやっちゃった、やっちゃった、もうどうしてくれるんだよ面滝。布引きの滝にも御滝と面滝ってのがあって、その2つを行かないといけないのに、もう普通に御滝だけで満足して長田まで来ちゃったよ長田。ということで、もう新湊川公園行きましょう。まあなんていうかね、しんどいわ。さて、なんて書いてあるのこれ。あ、読めねえ。誰か読める方いたら教えてください。これ乗り人は素晴らしいもので、長田駅をとりあえずクリアしました。まあこれはね、涼しいです。ああ風が、そう、面滝もあったのか、聞いてねえな面滝は本当に。よし、面白い、ゴミ収集車が1台2台3台4台5台6台7台え1、2、3、4、5台、6台7台変なの。ありがとうございました。サラトピアです。お出口は右側です。
とりあえず長田駅に戻ります。ちょっと足がものすごく痛いので、この時ばかりはちょっとエレベーター使わせてください。じゃあ赤と黒の特徴的なフォルム、地下鉄丸の内線みたい。最初にイタヤード通ったのになんでイタヤード行かなかったんだって思うかもしれないですけど、6線形です。通過列車の案内的なもの探さなきゃいけない。ねえな。あった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 。これとこれを取らないといけない。はい、取れました。これですね。昔通過電車があった時の名残、緑の U ライン。よし、じゃあ折り返します。ちなみに相手からは県庁前のミッションをクリアしたという話が出てきたんで、他の駅に出稼ぎます。お、線形だ、新神戸駅、イエイ。ということで、今回は神戸市営地下鉄を攻略せよという動画をご覧いただきました。最後にですね、コラボ相手の HAT2 さんとちょっとお話ししたいなと思います。今回は神戸市営地下鉄を攻略せよという企画だったんですけど、最初やっぱりどんな感じでした？最初はね、こんな企画いいんかな、楽しそうとか思ってやったんですけど、はい、結果的に神戸市の新たな魅力や発見があったので良かったかなと思います。やっぱり神戸市の中にある地下鉄を楽しめたかなっていう部分では僕も同じところがあって、僕結構海岸線の方行ったから神戸市の中心部の方攻めれたんじゃないかなと思ってるんだけど、 HT2 さんは静清、山手線の方をあまり結構重点的に行ってたのかなと思うところで、はい、そうですね、こうその精神治療とか西側の方行ったりとかやってましたね。まあそんな感じで神戸市営地下鉄を攻略せよというね、動画やってきたんですけど、最後にね、僕すごい言いたいことがあって、布引きの滝行ったじゃないですか、一緒に。はい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 。その時に僕なんで面滝に行かなかったんだろうっていう、2つ行かなきゃいけないところを僕はそこもちょっと謎ですね。謎よね。もう最初にね、2つ行って、終わりにしようって言ったの僕なのに、なんでか知らないけど片方で満足して、よし次行くぞって言って帰っちゃったんだよね、新神戸まで。で僕を昔ながら帰っていったという、そう、昔ながら帰っていったのにポイント取れなかったっていう、まあこれでね、結果がどう変わるのかっていうところなんだけども、まあそこにもぜひ注目ということでね、はい。まあ、ということで結果発表が楽しみなんですが、この結果発表をしてくれるのは HAT2 さんのチャンネルの方の動画でそれが上がります。なので動画が上がったらこの今見ていただいている動画の概要欄にも貼っておきますし、どうぞ HAT2 さんのチャンネルもぜひ登録していただいて、ということで今回の企画終了ということになります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。